こんにちは、さゆりです。今回は外食をするとき、飲食店での注文の仕方が変わってきたなと思うので、それを皆さんと共有したいと思います。はい、皆さん外食が好きですか？レストランで食べるのが好きですか？私は、週に1回か2回外食します。はい、で最近気づいたことがあるんです。注文がタッチパネルになってるんですね。注文がセルフオーダーのお店が多くなってきています。なんか変なカタカナの単語が出てきましたね。セルフオーダーっていうのは、自分で注文するという和製英語だと思います。英語でも言うんですかね、ちょっとわからないんですけど、自分で注文するお店が増えてきています。だから店員さんが注文を聞きに来ないお店が増えています。その代わりに席に着くとタブレットですね、タブレットが置いてあります。タッチパネル式のタブレットです。また変なカタカナが出てきましたね。タッチパネルです。触ると反応する画面のことですね。タッチスクリーンですかね、英語だと。はい、日本語ではタッチパネルと言います。タブレットから注文したいメニューを選びます。いろいろなお店でこういうセルフオーダーが広がっています。私が行ったことあるお店だと、回転寿司、ラーメン、ハンバーグレストラン、そのチェーン店とかじゃなくて個人経営のハンバーグレストランもタッチパネルになっていました。はい、であと多分皆さんがよく利用するのはコンビニですね。コンビニの話は置いといて、先にレストランとか飲食店の話をします。この飲食店に行った時にどういう流れになるかを、説明します。まず店に入りますね。そしたら、いらっしゃいませって言われて、何名様ですかと言われます。その時に1人です、2人ですというふうに答えます。そしたら席まで案内してくれます。これは今までと同じですね。その後席に着くと、テーブルの上にタブレットが置いてあります。でそこから注文するようになります。で、選んでいると、途中店員さんがお水を持ってきてくれたりする場合もあります。はい、でも注文はタブレットでお願いしますと言われます。タブレットで注文する、いい点、メリットは、利用者側からすると外国語対応をしています。大体のタブレットは外国語対応をしています。中国語、韓国語、英語あたりは大体対応している印象です。店員さんと話さなくていいっていうメリットはあります。でも何ですかね、日本語を使いたい、日本語で注文したいっていう人もたくさんいると思うんですよね。だからそういう人にとってはちょっと残念だなと思います。結構いろんなレストランがこういうセルフオーダー式、タッチパネル式になって変わってきています。だからちょっと店員さんと喋るチャンスは少なくなってくると思います。今の時点では比較的大きいお店やチェーン店がセルフオーダーのお店が多いです。でもこのコロナウイルスが広がって、こういうあんまり人と接触しないっていうビジネスモデルも出てきました。だから国がそういう飲食店に向けてセルフオーダーの機会を導入したらお金をあげます。助成金っていうんですけど、助成金を給付しますっていうのもあって、結構進んでますね。個人経営のお店でもタッチパネルを利用しているお店があります。はい、個人的な感想なんですけど、私は、この自分が住んでる町だったらどんどんこういうセルフオーダーのお店が増えていくのはいいと思うんですね。でも
なんか寂しいなと思うのは、旅行した時とかに店員さんにおすすめの場所を聞いたり、何が美味しいですかとか、この辺で何か面白い場所ありますかとか、そういう会話がなくなっちゃうと思うんですね。だから、それはすごく寂しいなと、思います。はい皆さんの国ではどうですか？こういうセルフオーダー、タッチパネル対応のタブレットを使ったお店がありますか？ぜひ教えてください。言い忘れてたんですけど、コンビニについてですね、先ほども少し言ったんですけど、コンビニですね、特にセブンイレブンでは店員さんとお金の受け渡しをすることがなくなりました。全てのセブンイレブンかどうかわからないんですけど、ほとんどのセブンイレブンではお会計の時にこの店員さんがいますね。で、左の方にだいたいスクリーンがあるんですね。画面があって、その機械が喋ってくるんですよ。お支払い方法をお選びくださいっていうので現金とかクレジットカードとか電子マネーとか、スイカやパスモのような IC カードも選べるようになっています。さっきも言ったんですけど、タッチパネルのものはだいたい外国語を対応しているので、外国語、自分の言語を選ぶこともできます。現金の場合はもう店員さんに渡さずにお金を入れられるところがあるんですね。だから本当に全く触れ合わない触れ合わずにお会計を済ますことができるようになっています。皆さんが次日本に来た時、変化が楽しみですね。とても便利だと思います。でも本当に店員さんの顔とか目を全く見ずにそれが終わってしまうので、店員さんと挨拶する文化がある国の方は少し、変だな、なんかロボットと話してるみたいだなって思うかもしれないんですけど、それが日本の現状です。時々おばあちゃんとかおじいちゃんの店員さんだと話してくることもあるんですけど、大抵は全く会話もせずにコンビニでの用事が終わってしまいます。はいそんな感じです。皆さんの国ではどうですか？セルフサービスは一般的になってきていますか？セルフサービスが増えてきていますか？ぜひ教えてください。じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。